角田山は、新潟県新潟市西館区にある標高481.7メートルの山、長蛇が原山とも言われる。山頂付近から、越後平野を望む越後平野の日本海側に位置し、弥彦山から連なる弥彦山海の中では最も北に位置する。弥彦山脈の一連の山とともに、佐渡弥彦米山国定公園の一角をなす。登山道は七コース設定されており、 子供や年配者でも比較的容易に登ることができることもあり、登山者は多い。山頂付近はなだらかになっており、稲島コース側に位置する観音堂前の展望台からは、越後平野や遠くに見える新潟市街を一望できる。越後七浦シーサイドラインが開通してからは、海側からの登ることができる選択肢が増えた。近郊の小学校の遠足や登山にもしばしば、 利用される。山頂は草木が生い茂っており、広々としている。春には雪割草や片栗等夏にはスカシユリ、サラシナ昭和等の花が楽しめる。弥彦山海の地形図と角田山の一ホタルの里コース登山口周辺に位置する資料館であり、登山道や角田山の植物の紹介など各種パネルが展示されている。 また、西館区内の北国街道を紹介するパネルも展示されている。JR 館駅及び、八彦駅発着の西館観光周遊グルンバスにより、登山口近くにアクセスできる。このほか、定期便としては、新潟交通観光バスやウエスト観光バスの、牧駅前、角田線、稲島線、浦浜線も利用できる。 なお、2018年頃までは登山シーズンに、角田山周遊バスが運行されていた。五輪席コースを除く、各登山口には駐車場が設けられている。なお、登山シーズンには五家峠登山口に通じる道において、一方通行の交通規制が行われる。ありがとうございます。